海と日本プロジェクト。愛知の豊かな海を守るため、去年の12月、小学生たちのオンライン授業が蒲郡にある宮水産高等学校で開催されました。題して、愛知の海を探求しよう、解き明かせ5つのオーシャンクエスト。三河湾や伊勢湾は豊かな海の恵みをもたらしてくれる里海。しかし経済の発展とともに湾の干潟などが失われ、水質汚染や赤潮などの環境悪化が懸念されています。そこで私たちができることは何かを学ぶため、小学生20人がオンラインで参加しました。授業はご覧の5つのオーシャンクエスト。その中から今回は、小さなアサリの驚くべきパワーと、海苔工場を潜入調査、進化する水産業のクエストを紹介します。最初は小さなアサリの驚くべきパワーのクエスト。こちらがアサリが入っている水槽です。でこちらの方は海水だけで、何も入っていない水槽になります。植物プランクトンを入れていきます。同じ植物プランクトンを入れて20分ほどすると、こんな感じになります。アサリがいる水槽は同じ濃度を入れましたよね。同じ濃さを入れたんですが、アサリがいる水槽はこれだけ植物プランクトンを食べて、アサリはご飯食べてるだけなんですけど、水がきれいになってると。続いては海苔の加工工場を潜入調査、進化する愛知の水産業を学ぼうです。ここでは実際の海苔の工場からの中継が入りました。今の状態ではまだ海苔は摘み取ったままの状態で、だいたい10センチから15センチぐらいの長さになっています。次に海苔をもっと細かく刻んでいきます。この乾燥機は海苔が1時間で8000枚、乾燥することができます。愛知県産の海苔はかつては全国1位の生産量を誇っていました。しかし現在は湾の埋め立てなどの影響もあって7位に減少しています。豊かな海、特に、愛知の海をですね、身近に感じていただいて、また海の環境をですね、しっかりと子どもたちも考えていただきたいなというふうに思っております。海と日本。